はい、皆様どうもこんばんは。こちらはライデンです。マルケンライン4やっていくぜ。で、いよいよ課長ですね。次なんだ？次誰だ？わあ、そんなやついたな、そういえば。ちょっと待って、ダメージ食らってるやつをね、どうにかしたいんだよ。エッジプロテクション、グロールパーリー、連投デストロイヤーの、アイテム、杖。待て。全然つかない。待って、チェンジ、ダメージ食らったやつ他に。布石か。布石と交代。まあいいか。パンツサンバスター、ハモビカリバー。そっか、無理しなくていいや。アイテム、大賢者モードの杖、ハモビカリバー、ハモビカリバー、ゴッドゾーンか。で、いいんだよね。とりあえずこれで全員ほぼ回復できたはず。OK。よし。シグティン前出す。シメ太郎前に出す。貸し金行ったっけ？記憶がない。行ってないね。無限コムいい。スマッシュかな。で、ホメカリバー。基本的にサポート技僕使わんからな。これ一目でなんぼやねん、お前。バフなんかないよ。あった、閉めとろうか。わあ、これ痛いんだよね、結構。つかなかった。スキル、アイテム。もう常に誰かが回復を打とう。それしか手がない、多分。スマッシュの。フューネラルスコール。待て。常にターンの最初に誰かが回復。待て。うわ、微妙だった。強いんだよ、その攻撃。ギャオ。ゴッドオブ太陽拳。大丈夫か、お前。生きくそ。歯磨きしよう。 この顔がいいよね。3000か、少ないな。ちぎれた。ちぎれたけどチーンだな、こりゃ。おっと、耐えた。これ行こう。テンペンチ、スマッシュ。ミスった、間違えた。めっちゃ喋るやん。おお、すごい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 。かっこいい。シゲキンが死んでまうな。貸し金。
あれ、あんぶね。覚醒してるからな。シングルームは、あっと、また、アイテム、ここは回復だ。で、あ、連投打ちてえな。連投打つには、ゴッドゾーンちょっと一旦行くか。ゴッドゾーンって回復もできるしね、これで。あ、いいね。よし。もう、どうしたらいいんかわからん状態だわ。OK。アラサークッキング、今やるのは怖い。ちょっと入れ替えるか。チェンジ。シムッタロウ。どうしようかな。あ、ウイエがいける。ウイエがあれが使えるはず。フサキンのあれが溜まってるから。難しいな。はい、いいでしょう、これで。ダンシングルンバが結構与えるダメージがでかい。エッジプロテクションの、ゴッドダイヤってまだか。スマッシュ。ウェルカムトゥダークネスワールド、行こう。うわ、開ける。クソが。刺激のスピードがやけに遅い。すぐ帰らせんな。あ、寝たぞ、アホが。あそこのアホが寝たぞ。ちょっとあそこの寝てる子は置いといてだな。ウイエにはちょっと寝とってもらって。ノーマル戻ってるな。アイテムだな。あ、いい。回復しなくていい。刺激がしてくれる。スキル。ダンシングルームは延々打ち続けるか。ハムビカリバー。まだか。あ、ハムビカリバー。覚醒技、特別技でいこう。さすがに2ターンバフキエールをしてくるかとは思えん。おお、いいね。この戦い方なかなかいいんじゃないか。よし、行こうか。誰、うわぁ、そんなやついたな。本編よりね、やたら強い。基本的な戦い方は一緒。まず1ターン目は、攻撃を打ち込む。カリバー、カリバー、レッツデストロイヤー、ゴッドゾーン。あぶんな。強くないこいつ。お、いいね。カウントしてくるんか、こいつ。じゃあ次、フサキンを上と交代。カシニそのままでいい。あ、でもロボットだから、アクシズの攻撃が案外効くんじゃないか、もしかして。カシニといるからか。ちょっとやってみるだけの価値はある。効かない、うん、あの、視聴者さんはね、多分効かないの知ってるかもしれないからね。何やってんだ、こいつって思うかもしれないけど。ホンビカリバー、ホンビカリバーか。こっからはあれだな、体力との勝負だな。ういーし、向こうの方が足が速いんだな。壊れる？故障しない。 OK。 さあどうする。シミタラが残ってるな。ウイエを貸し手に交代。
で、ターン、こいつの方の方が最後に終わるから、もう回復打っとく。ぶっ殺すマッシュ。とっととあれに入った方がいいな。だよね、向こうの方が早いもんね。えげつねえぞ。シグキンか。でも大丈夫。こっちは回復する。意味なかったな。カウンターか。さあ、召し上がれ。さあ、行こう。土のたん、鉄壁してくれるから。ランシングルンバ、じゃあ、ランシングルンバでいいか。で、あ、オットブ太陽剣、あ、いけん、待った。違う。このターンはできないから、天変椎の、回復、ゴッドオブ太陽剣、一旦落下できちゃうから、忘れた。わー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 、おお、カウンター。カウンター、またカウンター。延々にし、カシキンがカウンターを押してくれる。あ、じゃあ、回復できない。クソガキ。さすがに暗黒世界の状態だとスピードをこっちがいっちゃん速いはずだから、まず、アイテムだな。アイテムで、超レベルマザー行きます。で、覚醒状態だから、こいつは、連投デストロイヤー、特別敵、先制発動。あれ、シールド剥がれてない？やべえ、前線メンバーが死んだぞ。ちょっとそれはまずいな。ちょっと待ってよ。シメタロが初めて死んだかも。ウィエがいるか。ウィエ、こっちのチームにウィエがいるから、一旦でも一人しか復活させらんねえな。考えろ。シグリンだ。で、アイテム、調理部まずはいい。スキル、エッジプロテクション、スキル、ちょっと待った。スキル、にゃ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 。スキル、なんかいい方法ねえかな。アイテム。ちょっと待ってくれ。しっかり頭使え。装備。あ、わかんない。いやでも相手にダメージを与えないと結局意味ないから、これいこうか。プロテクションスキルアイテムか。超レベルマザー、よいしょ。カウンターか。オッケー。チェンジ。
草金と太陽だな。アイテム、あー、いいアイテム、超リバイブスキル、あ、ウェルカムトゥアグネスワード使えないんか。7ターン待ちか。ゴッドゾーンでいい、オートゾーンで、で、待った、そしたら、あ、でもいいか。ゴッドゾーンでいい、どうしような。オランジェットボンボンいっとく。メタルバレッタ。待って、か、あの、どうしよう。あ、でもそこ、それするとみんなで死んじゃうから、まあまあいいか。チェンジ。あ、まあちょっとでも、相手にダメージ与えた方がいいよな。ちょっと待ってくれ。まずアイテム、超リバイブ、スキル、ゴッドゾーン、まあ、オランジェットボンボかな待て、チェンジ、どうしよう。シム太郎、あ、カスキン、ちょっと優先回復で。スキル。アイテム、調理部魔剤。アイテム、大賢者モード。スキル、ガトリング。これで、こうするしかないんだ、今。うん、しゃあねえ。待って、読み、大体読み通り。アイテム、超リバイブ、アイテム、あ、どこ行った。ダイヤモンドでしょう。カタストロフェの充電来るか。カウンターか。オッケー、シメ太郎回復。オッケー、あいつ充電してるから。こんな状態で戦えるかな。戦えるね。ああ、ウィー引っ込めとってな。でも、じゃあ貸し金前出すか。グロールパーリー貸し金、ホムビカリバー、ホムビカリバーに発いてるんだったらアイテム、あれ死んでるの誰だあれ。あ、バチキンか。バチキン？ああ、バチキンか、いいか違う、あ、待って、てかさ、この辺使えばよくね、別に普通に。
ホモビカリーは、なんかすげえ無駄なことしてたわ、ホモビカリーは。はい。大丈夫。何の問題もない。割り込み済み。オッケー、チェンジ。このターンに発動する必要ねえか。遠投デストロイヤー。もうあと3ターンか。ホームカリバー行こう。ホームカリバー。前科もいいし。強ないこいつ。なんかへそみたいなもん見えてるけど、ホモビッグゴッド・オブ・太陽拳。このターンここでゴッド・オブ・太陽拳か。ゴッドゾーン、無双手帳。わわわわわわ、むちゃくちゃだぜ。もうまだか。じゃあゼノサイド、あゼノサイド、当たれば会心か。サクサスラスト、あホームカリバー、ゼロ。別に。いやー痛そう。わお。バフ来てるか、熱えな。ここでバフ来てられて。やべえ。まだか。アイテム何があってもしぐちを守れ。でももう打てるやろ。待って、来た。あ、そしたら回復でいいんじゃない。あーでもアクシで死んじゃうな。まあ仕方がないか。あ、クシーズが死んでしまった。2人死んだか、やべえ。特別的だな。で、アイテム、超レベルマザイ。ウィーで、まずウィー。あー、15ターン目だな。あー、やべえ。ミスった。
やべ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 。やばい。やばいぞ、どうする？とりあえずエッジプロテクションアイテム、調理弁魔剤だな。アイテムだな。超リバイブ、太陽、スキル、ゴッドさんが使えるアイテム、お前は回復した方がいい。なんだっけ、超前の街か。いや、上出来ポテト、あ、爆発、上出来爆発。危ねえ、危ねえ。なんでもって誰行こう。もう一人回復させておきたいな。ホームカリバースキルミネカムイ強いんだよな、あんま意味ない。死んだ。一人生き返したら一人こ死にって感じ。待って、アイテム、超リバイブマザイスキル、ホモビカリバースキル、回復だ。一人死んだぞ、誰か。二人死んだぞ。おい、スキル、アイテム、あ、意味ない。そしたらアイテムだな。一人。あ、でも死んじゃうな、多分このターンで一人。超リバイブ、誰だ？刺激んだな。ショック。スキル、アイテム、シグリ。よし。アイテム、太陽、スキル、ゴッドゾーンだ。強いなぁ。アイテム、調理部まで使う。あ、また、
チェンジ。ウイエどこいる？ウイエ。アイテム。超リバイブ。スキル。ゴッドオブ太陽剣。スキル。重火カリバー。これができる最善だな、今。またお前それしてくるんかい、うとしな。ああ、よかったー、倒せたー。シグマとシミ太郎が残ってるっていうのがいいね、また。倒しましたよかった倒せた。こんなに苦戦したの初めてだわ。全然期待上げたり今。お前にかなう敵はいないにゃ。あ？ね、階段の消防が経験値少ない。こんだけ苦労してその経験値かよ。なんか手に入れた科学トロフィー。はい、というわけでね、皆様いかがだったでしょうか。とりあえずね、なんだっけ、階段無事じゃない、満身創痍クリアしました。あ、隠しろ、いやー、むっちゃ時間かかったね、本当に。ごめん、ちょっと長い動画になっちゃったけど、まあ、なんとかね、クリアすることができましたので、まあ、これはこれでいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。お相手はライデンでした。See you! またねー。あ、そうだ、ちょっと待って、またねーの前に鍛冶屋行こうぜ。あれ、どこ鍛冶屋この辺にあったろ。なんか新しい武器が作れるようになったとか、わけわからんことをほざき出してるんで。ちょっと待って。新しい武器が作れるようになったイコール、新しい武器を作れっちゅう解釈でいいんだよね。だよな、そっちじゃない、そっちじゃない。ちょっとわけわからんこと言わんでって感じなんだけど。あれ、鍛冶屋この町ないんだっけ。肝心な鍛冶屋がないんご。あ、ないな。あ、もっと秘密屋に通うべきだったな。ちょっとね、まあ、それに関してはまた検討します。とりあえずね、ここまでにしようたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら、バイバイ。おいてはライデンでした。See you! またねー。